パストル君、いつの間にかウィンカーレンズがなくなっちゃってるらしいんですよ。んなバカなと思ったんですけど、触ってみてびっくり、ほら、ポコッと、これで取れちゃう。そりゃ落ちるよね。はい、1個400円か。全然違います。いいじゃんこれ。ウィンカーのね、パッキン1つ買うだけでこのありさまですよ。はい、皆さんおはようございます。 DIY ドラクのテツでございます。隣のパストル君、今回はですね、走っているといつの間にか落っこちてしまうウィンカーレンズをなんとかしたいと思います。なんでもね、このパストル君、走ってるといつの間にかウィンカーレンズがなくなっちゃってるらしいんですよ。んなバカなと思ったんですけど、ネットでいろいろググってみるとね、似たような症状かなり起こってるそうです。このウィンカーなんか問題があるのかなと思ったんですけども、これね、ちょっと触ってみてびっくり、ほら、ポコッと、これで取れちゃう。ネジ式になってるのかなと思ったら、そうじゃない。これがね、本当にこれで取れちゃう。そりゃ落ちるよね。というわけで、これに何が必要なのかとちょっと調べてみたんですよ。こちらですね、ウインカーの中を覗いてみたら、何箇所かこれ見えますかね。こんな感じにポッチがあるんですよ。そしてレンズの方にはこんな感じに斜めの溝がありまして、これがちょうどね、ここに入ってゴクッと締め込んでる。そんだけでウインカーが固定されてるんですね。ネジとかじゃないんだ。というわけで、こちらのウインカー、新発売の頃からポロポロ落ちてたとはちょっとね思えないんですよ。で、多分なんかパッキンかなんかかましてあるのかなと思って、パストルのパーツリスト探してみたんですけど、ヤフオクとかで売ってるわけないですよね。45年前なので、まず手に入らない。で、そこであのヤマハの公式サイトの方からパーツリストが見れるので、そっちの方にあるかなと思って見てみたんですけど、やっぱりパーツリストはない。というわけで、どうしたもんかなと思って、試しにあのウインカーでパッキンかなでちょっと検索してみたら、あったんですよ。これ楽天市場にありました。ワークスハウンドさんってところが出してる。これ見たらね、パーツの名前がパッソルリプロウインカーオーリングリプロリプロダクションってやつですかね。メーカーの方でもう純正部品が出なくなった部品を、いろんなあの他のショップ屋さんとか有志の方がもう一回作り出して、でそれを商品として売ってるらしいんですよ。それリプロって言うんだ。というわけでね、ウインカーのね、パッキン一つ買うだけでこのありさまですよ。新しいバイクだったらね、普通にポンと純正注文できるんですけど。というわけで、こんな感じで、これはまあ納品書でございますね。ちなみにオーリングで1600円、こんな感じでございます。こちらを開けてみますと、出てまいりました。はい、こんな感じのオーリングでございます。1個400円か。これはね、さっきポコッと取れたウィンカーなんですけど、これちょっとゴムあるけど、これいいのかな。試しにやってみますね。はめまして、なんか邪魔になるんじゃねえかい、これ。ちょっとこれ試しにこれ外して、いやー、なんか硬いね。ちょっと待って、他のところで試してみよう。はい、それではこちらね、後ろのウィンカーでございます。ご覧の通り落っこちないようにテープで留めてますね。そうだよね、走るたんびにウィンカーなくなってんじゃたまったもんじゃないですよね。ちょっとまずテープを剥がしましょう。ちょっと剥がれないかな。大変その気配、これヘッドして。はい、というわけで、テープを剥がすのに苦戦したってのは秘密でございます。でこれにこちらのオーリングをはめ込みまして、こんな感じ。あ、ちょっと比較しようね。まずこれ、オーリングなしをこう締めます。締めた状態で
うん、ポコッと。これでも、これでもすぐ緩んじゃう。うん、すっごい簡単に緩みますけど、これにオーリングをはめ込みまして、これで締めたらどうなるか。あ、この時点でもうギュッと抵抗ありますね。押して締め込みます。あ、全然入り方違う。おお、いいじゃん、いいじゃん。いや、お世辞じゃなくて、かなり硬くなりましたよ。ちょっと待って、よっ。これ何がいいって、こっからはめ込んで、で締め込むんですけど、こっからギュッと、うん、4分の1とはいかないまでも、結構締め込まないと、あ、4分の1近くいくな。全然違います。いいじゃん、これ。これなら、ウィンカーがまた落っこちることもないでしょう。いいんじゃないですか、これ。これね、パッソル君のオーナーで、同じように苦労なさってる方、いいです、これ。ギュッと締め込んだらバッチリ OK じゃないでしょうか。はい、先ほどのフロントのウインカー、こちらもね、こういう黒いゴムがついてたんですけども、こんな感じにちょっとこれ、ね、硬かったんですけど、ドライヤーで炙ったらポコッと取れたんで、これでね、ゴムをつけて取り付けてみましょう。これを取り付けますと、これいってます。よいしょ。あ、こちらも全然締めた感じが違う。 OK です。はい、というわけで今回のね、一つ目の課題、落っこちてしまうウインカー、これはね、無事クリアすることができました。いや、よかった。とは言ってもこれはまだまだ序の口でしてね、こんな感じにオーナーさんからいろいろオーダーが来てるんですよ。はい、オーナーさんからのリクエスト、まずね、一つ目、前後のタイヤの交換、これはね、今でもね、普通に売ってると思うので、これは問題ないとは思います。そしてね、エンジン腰上のオーバーホールおよびこちらの駆動系の消耗部品の交換ということなんですけども、まずこのシリンダーヘッドのガスケットおよびピストンリング、あとのクリップとか諸々の部品、これは手に入るのかな。ちょっとまだね、探せてないんですけども。そしてこっちの駆動系のリフレッシュってことなんですけど、これ変速ないって書いてましたよね。ということはちょっとまだ開けてないで、私ちょっと分かんないんですけども、こちらの部品が見つかるかどうか。はい、そしてね、ちょっとね、オーナーさんを悩ませてる問題がこちらでございます。これはコック下になってるんですけど、これを回すと見えますか、燃料が漏れてくるんですよ。こんな感じ。これね、こっちのね、リザーブにしても同じなの。このガソリンコックのインナーパーツ、これも探さなければなりません。そしてこれですね、ブレーキとかスピードメーターなどのケーブル類、これも手に入るのかな。そしてね、こちらはリプロパーツがあるんでしょうか。こちらのステップのところのこのマットと、そしてグイーッと上に行きまして、こちらのパッソル君のグリップ、そしてこちらシートの表皮、そしてこちらミラー、これは今は手に入るんでしょうか。あ、これも忘れないところでした。こちらのなんだろう、このケーブル類を止めてるこれ、こういうちっこい部品もね、手に入るんでしょうかね、こういうの。そして最後はね、これ部品じゃないんですけど、まずこちらのフロントフォークで上に行って、この可愛らしい荷台、そしてこちらのライトのこのリムの部分ですね。でさらにはこのハンドル、このメッキ部品をね、今回再メッキかけてみようかと思うんですよ。
これはね、私自身も以前からちょっと興味ありまして、このメッキ部品を外して個人の依頼を受け付けてくれるメッキ屋さんっていうのがあって、そこで表面をすごい研磨してもう一回クロムメッキをかけてくれるっていうのがあるのは知ってるんですけども、まだ私頼んだことがなくて、今回ねその部品の再メッキというものに挑戦してみようかと思います。あとはこのエンジンのこの塗装ですよね。これちょっとクリームっぽい色で塗ってるんですけど、だからこれを耐熱塗料または放熱塗料っていうのに塗ってみたりとか、あとここへのホイールですね。これホンダのシルバーに近い気がするけど、でも多分色が違うんで、ヤマハの純正色ってあるんでしょうか。というわけでね、今回このパッソル君のいろんな部品交換をしていきたいんですけども、そもそも今の新しいバイクと違ってまずメーカーの純正品が手に入らないので、今回のウィンカーのゴムみたいな感じのリプロパーツ、リプロダクションパーツというものをね、これから探していきたいと思います。なので次この隣のパッソル君やるときはその部品の目処が立って、しかもそれが手元に届いてからになるので、次回はねまたちょっとこう時間が空くんですけども、その点はねどうかご了承ください。で皆さんに頼ってばっかで非常に申し訳ないんですけども、もしこれを見てらっしゃる方でなんかいいリプロパーツの情報など持ってる方がいらっしゃいましたら、もしよろしければコメント欄の方で教えていただけたら非常に助かります。というわけで隣のパッソル君、次回がいつになるかちょっと分かりませんが、またね突然登場するので楽しみにお待ちください。というわけで次回もどうかよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。